これはね、まあ、ちょっと売り物なんですけども、ワーゲンのね、車ですね。で、これはワーゲンの、車で、こうトランクだとか荷物がね、置いてあって、まあそれを収納して、収納してじゃない、こういうトランクとか荷物を上に乗せてね、で、こう走る、車になってますね。まあなかなかこういうおしゃれな感じの車というのもいいですよね。こういう風に内装もこういう風によくできて、ただちょっとまあ年月が経ってるんでね、ここのハンドルの部分が、ちょっとこう、曲がってるというか、まあもともとこういう仕様にできたのかわかんないけど、まあそういう風になってます。ただこれをなかなか今のないまんまりビリキでね、まあオークション等で探しても、まあほとんど日本中で探してもほとんど出てこないので、まあ非常に珍しいのではないかなと思います。だいたいこういうふうに、特にこの車自体が珍しいのに、これがしかもこう歩道になってっていうか、この屋根がね、こうキャンピング仕様になってて、これがこうやって出てくるっていうのがなかなかないらしいですよね。だから確かに今までブリキのミニカーっていうのもね、いくつか見てきたあるけど、こういうやつはあんまり見たことがないので、こういうふうに屋根がついてるっていうのは非常に珍しいかなと思います。で、作りもほら、これもちゃんと別に折れてるとか、まあそういったことはなくて、ちゃんとこう機能するっていうのがね、なってね。まあこういうシンプルなやつ、これ長持ちするんだよね、結構ね。でもなかなかこのワーゲンは、まあ自分が欲しいなと思うぐらいでしたけども、まあ飾り販売ですね。まあ売れてしまったらもうその人のものですけども、まあ、そうだね、大体これに5000円ぐらいお金をかけたとしても、5000円でこれを買ったとしても十分に、あれですよ、まあ元が取れるというか、十分に価値があると思いますよ。まあ下手したらこういったものってもう1万円近くしたっておかしくないからね、下手したら6000円とか7000円とか、ぐらいはしてしまうかなと思うんで、まあ5000円出したって買えるか買えないかぐらいの、ものでね、もう物自体がこれ希少車だからなかなかないものですからね。でもまあなかなかこれはいいなと思う、一点物になるんじゃないかなと思います。まあこういう水色のね、ワーゲンの感じ、私ワーゲンはこういうの好きですけどね、好きなんだけど、まあ今回はこれ売ろうかなと思ってね、展示販売してますけど、まあなかなかいい車じゃないかなと思います。どうもありがとうございました。